とりあえずね、前の動画で、若潮さんに50周年ですね、中華社1がありましたんで、今回はね、タイトルがね、ちょっとどういう感じなのかわかんないんですけど、今回ね、こちら、3台やっていきたいかなと思います。ゆうやんぱんぱんかですね、まあ、現在ね、まだ、四国で、活躍して、キーハイ18号系の、国鉄、まあ、国鉄型って言ってるのかな。確か、あの子たちは、ね、生まれは国鉄で、JR にね、継承されたって感じになりますんで、一応、ね、まだね、なんと JR 四国ね、国鉄型の起動車がね、まあ、今だとなんだかな、キーハイ18号ってね、結構いろんなタイプの、お座敷列車っていうのかな、そういうなんか、ジョイフルトレイン的な感じになってます。ジョイフルでもねえのか、なってますんでね、その中ではね、キロハ1186の、1種類がね、3年代にわたってね、アンパンマシンになりましたんで、今回はね、アンパンマシン作っていきたいかなと思います。で、一応ね、車両自体はね、大まかに完成してますね。あとね、窓のところ、マスキングして、トップコート吹いてね、完成っていう感じになりますんで、今回はね、このドア横っすね。このね、ドア横のところに、大体ね、ちっちゃい文字でね、アンパンマンの絵柄とかが入りますんで、今回ね、こっちの方、作って、で、トップコート、待って、完成っていう感じにしたいかなと思います。というわけで、今回貼る絵面がこちらっすね。一応ね、2種類、4枚ずつ印刷しますので、一応、ね、予備が1枚しかないんで、ね、ちょっとミスんないように頑張りながら行きたいかなと。本当はね、これね、無塗装のデカルで印刷しなかったんですけど、そしたらね、ちょっと印刷しなっちゃって、使えなかったんで、今回ね、新たに、印刷し直しました。こちらですね。なるべく、ね、薄めのやつをね、予備組にしたいので、よいしょ、この3枚と、こちらですね。こういう感じの、4種類ですね、ありますんで、非常に2種類、こちら貼っていきたいかなと思います。で、本当はね、1本ずつにしたかったんですよ。動画の尺的に中間車がね、この側面貼ってるのがどうしてもね、1本ずつだったんで、本当は1本ずつしたかったんですけど、なんていうのかな、動画の都合上、1本ずつにするとめんどくさい3分5分ぐらいの尺になるんですよ。じゃないと、無駄話しないで、ね、尺が埋まんないからっていう、かわいそうな事態になりますんで、今回ね、すいませんが、1本ずつじゃなくて、ちょっとね、3本ね、まとめての加工になりますんで、その辺がね、ご了承ください。まあ、3本で1本ずつにするとどういう事件が起きるかというと、このパート3かなんかが上がるときは、全部の動画のパート3が上がってからじゃないと上がんないっていうかわいそうな事態になりますんで、多分ね、いつ頃上がるか、むしろ今年に上がるかどうかがね、定かじゃないっていうね、かわいそうな事件になります。まあ、一応ね、なるべくね、今年の、そうですね、6月頃までには動画の履ける準備にはしたいかなと思います。一応ね、全部のアンパンマシンね、タイトルはもうついてますんで、ちゃんと。なんで、ね、いつでも使える体制にはなってますんで。大丈夫なんですけどね。すいません、お待ちください。まあ、本当はね、一部分のブラインドとかって再現したかったんですけど、それもそれでね、めんどくさかったんで、今回ブラインドはね、一切再現しませんので。なかなかね、いい画像がなかったんで、ネットに。そうですね。まあ、なるべく良さそうなやつをね、見繕ってきたんで、ちょっとね、まあ、実写の雰囲気とはね、多分、まあそうですね、そんなにぴったりってわけではないと思うんで、その点だけはね、ご了承くださいなんですけど。していきましょうか。あ、ちょっとここに窓があるとね。場所がずれちゃってるんで、ちょっと斜めったりっていうね、自己車両になっちゃってますけど、まあ再現できる分には全然いいと思いますんで、それで。今回ね、そういう形にしたいかなと思います。しかもね、ちょっと尺が余ればね、ヤフオクで、まあ、過去に落札された、まあ、ユーヤンパンなんかがね、どういう感じだったかちょっと確認して、まあ、進化させるところは進化させたいし、まあ、大丈夫そうなところはそのまま大丈夫でいきたいと思いますんで、すいませんがね、ご了承ください。何ですかね、どうしてもね、窓の部分がね、ずれちゃってるんで、
埋めちゃうとね、ちょっとしわくちゃ感が出ちゃうんで、どうしようもないですけど。あ、そうですね。ないよりかはね、まあ、意外とここはそんなの入ってくれたんで、あった方が、まあ、印象的にはちょっとピンタンないかもしれないですけど。ちょっとね、こんなんでいい、ピンタンでめちゃくちゃ合いづらいですね。こういう感じかな。感じなんで。そうですね、これで一応、様子見ましょうか。そしたらじゃあもう一両分切っちゃいますかね。ちなみに今、3両片面貼るので6分ですからね。無駄話しつつで。それを1両ずつの動画にパンパンパンだけど、下手したらショート動画なんですよね。YouTube の。ただ横取りしちゃってるんでね、ショート動画はあの縦取りの、動画っていうのが多いんで、基本的には。本当にね、この列車もね、単車的にはもう製造から、そうで30年ぐらいの車両になりますんで。どうなんですかね、そろそろやっぱり廃車の危機っていうのはあるんですかね。確か JR 四国自体はね、確か新しい新型、ハイブリッド気動車とかなんか入れて、旧型の気動車もね、置き換えるっていうふうにはもう発表されてますんで、多分まだなんていうのかな、いろんな路線で活躍してる、キハ40系列っていうのかな、40とかキハ47とか、多分その辺のね、2両1ユニット車とか、多分1両単独車とか、その辺が多分ね、淘汰されると思いますんでね。多分これからはちょっと、まあそうですね。まあ、ご年配の方って言ったら申し訳ないですけど、やっぱりその懐かしい、そうですね、その古い時代の気動車を必要だったとか、まあ、葬式ですよ。結構四国の方に押し寄せるんですかね。この時は多分ね、サンライズの方もチケットを取りづらいなと思ってた。確かに、キハ40だったと思うんだよ。そうですね、片面冷やかしい時間暇なんで。四国。新型、あ、そう。そうですね、やっぱり四国新型車なんてありますね。去年の9月か。え、キハ、そうです。やっぱりキハ40か。キハ40型なんかある新型ローカル気動車開発導入。なるほど。JR 四国鉄道事業における旅客運賃の改定を受け、利用者サービス構築して新型ローカル電車の気動車、発電機と機種大規模リニューアルを明らかにします。そしてキハ40、40か。確かにキハ40がね、片運転でのかな。で、40なのが両運転なのがちょっとごめんなさい。その辺覚えてないんで面白いですけど。一応来年の5月20日からなんか値上がるんだ。運賃も。で、キハ40型の一般気動車の、老朽取り替えとして、車配送導入を計画しろと。で、潮風の発電機も、来局更新か。電子機器等の老朽更新と客室整備の改良可能予定。安全に関するのにバレーフレン対応か。なるほど。あ、そうですね。どうなるか。ちなみに、どういう車両が入る予定なの？あ、一応、まあでも、どうにか、なんか新しい本当に新型車両になるんですかね。ごめんなさい、詳しいことがないので申し訳ないです。あ、一応、2025年度か。2025年度ってことは、今まだ2023年度になります。あと2年間は余裕があるのか。なるほど。まあ、だから、まずはおそらく、まあ、台本っていう程度なんですかね、今の JR 四国は。ちょっと詳しいこと存じなかったので申し訳ないですけど。ね、これ JR 九州の新幹線、燕、見直しだって。熊本駅に25分停車ってどういうこと？はあ、すごいね。まあ、一応、おおむね1時間間隔で燕か。のぞみと約6分で接続、合わせ2時間か、1時間って運転が調整か。13時から8時台に、毎時1分に桜、鹿児島中期、毎時36分に、つばめ桜、熊本駅また鹿児島行かすとこ、13、6、7、8。で、毎時6分につばめ熊本駅、18、19、20時台で、毎時もつば、みぞ桜か。お、お腹痛い。いらなくね、桜の待ち合わせで。
あ、鹿児島中華の最終列車か。あ、9分繰り上げか。なるほど。なんか大変なんですね、JR 九州も。だって JR 九州であれだっけ、確か。なんだっけ、鉄道会社なのくせに、鉄道会社の売り上げじゃなくて、なんだっけ、なんつうのかな、不動産とかそっち系の方が売り上げっていう、なんかすげえ特殊な会社じゃなかったっけ。だからまあ九州とかさ、北海、四国か、四国とか北海道みたいに、そんなに赤字垂れ流してるよってわけじゃなくて、まあギリギリだよって会社のはずなんですよ。違ったっけ？確かそうだった気がするんだけど。まあそれは JR 九州もね、ワンマン化したくなるよね。だって鉄道の方が売り上げ悪いんだよ。それはわかるわ。よし、これで OK ですね。曲のまま乾かして。直線になっちゃいましたけど、なんか大きさ的にこれ以上突っ張っちゃって入んないんで、もうしょうがないんで。これでいきましょうか。ちょっとね、こういう感じで、ユンユンパンクは完成。ちょっとじゃあ、ヤフオクのね、過去の車両見てみましょうか。俺はね、基本的に、なんつうのかな、ヤフオクにね、負けない車両っていう意味で、ね、俺は作りますんで、こういう時に。あと、基本的には、そのヤフオクでバカみたいな金額で買うんだったら、俺みたいな人間でも作れるよっていう意味でね、もう俺はご紹介しますんで。なので俺みたいな人間が作れるよっていう理由で、まあ、確かに作ってますけど、ただ基本的に N ゲージに関してど素人がやってはいけない車両になりますんで、その時はね、ご注意ください。事故には起きないように。そう、事故が起きたらね、元も子もないですかね。じゃ今は出品されてないですね。今ほとんどトミックスとかマイクロの中間車が出品されてるので。あ、一応、あ、ジュニア30出てたんだ。あ、この人うまいね。ちゃんと作ったんだ。あ、この人うまいね。俺今回イカ略でさ、カーテンパーツちょっと今略したんですけど、この人結構うまいじゃん。これちなみにこういうデザインですか。あ、ちょっと色が薄いんで申し訳ないですよ。ああ、これ確かに即決3万か。奥さ。で、こっちは。コメントじゃあ見る。赤データ使ってるんだ、基本的に。まあ悪くはないけどね。まあその時期によってね、デザイン違いますんで。あれでも赤広告だっけ今って違った気がするんだけど、ちょっと待ってください。キロハ。キロハ186。確か今ね、赤じゃなかった気がするんだけどな。どうだったんですか？俺もあんまり覚えてないんですけど。こっちが俺青にしたけど。まあまあ、薄いだけか。色が薄いのはしょうがない。それプリンターの都合上どうしてもしょうがないですね。申し訳ないです。あ、でも、確かに、そう考えると、今のやつは、そう、今のやつで作っちゃったけど、俺は薄い感じになっちゃってますけど、まあ、悪くはねえか。ないよりかはね。ないよりかはね。ボロンだけど。うちのチャンネルはね、ボロとクソみたいな企画になってますね。あ、でも確かにちょっと赤っぽかったんだ、今のやつって。俺のやつ確かに赤っぽくはないんですよね。どうしてもね、プリンターで作っちゃうとね、薄い色っていうのはね、反応しづらいんですよね。申し訳ないですけど。しかも俺のやつこれガッツリずれてるし。まあ、元々ね、JR 四国のサイト上のやつ勝手に使ってますんで、あんまり文句言えないんですけど。それがね、元々文句。駅名か、俺びっしょ。何かなと思った。なんか三本松が三抜きしてるってことさ、多分高松とさ、徳島で分かったらいいやつ。え、こんなのあるんだ、面白。一度乗ってみてえな。一度乗ってみてえな、パワーだ。まあでも、そうね。でも一両に、まあ、3万出すんだら、まあちょっと俺みたいなジャンクも時にはなっちゃいますけど、じゃあこの車両に3万の価値あるかっつったら微妙だよね。だって自分で作れるんだもん、適当にやれば。そうね。まあ、特に俺今回一応ね、トミックスの車両、まあ、ヤフオクでポチって買ったのは、いくらだっけ？確かに4000円ぐらいで買えたんだよね、俺確か。
あ、そうそう、俺4800円ですね。4800円の測定しちゃって、ね、寝てても押せなかったんで。どうしても急いで欲しかったんで。ポチったんですけど。そうね、だから、はっきり言ったけど、1万円ぐらいで落ちてくるんですよね。まあ、1万円もかかんないんですよ。ただまあ、本体価格がまあ5、6千円とか高かったらね、それぐらいかかっちゃいますけど。まあでも別にね、あ、まあ、インク代がね、結構消費量が激しかったりするんで、その辺はね、要注意なんですけど。まあだから、インクと別にね、なんと、その、まあ、貼り付け賃とか、手間賃がね、あるんで、その辺はね、しょうがないですけど、まあ、でもそんなの考えてもね、自分で作れば1万円もかかんないですからね。まあ、それをね、バカみたいに3万円もらってかっていう、まあ、別にバカみたいにしてもしませんけど。そこまで完品が欲しいよっていうのはあるかもしれないけど、作る楽しみっていうのもあるんですよね、N ゲージっていうのは。まあ、俺のこのみたいなクソみたいな出来でね、確かに作る楽しみってあると思う。まあ、ヘッドクレもクソもないですけどね。そうですね。まあでも俺はね、結構これ気に入ってますんで、ひとまずね、このままでしてます。そうですね、そうですね、今日乾かして、で、一応マスキング、そうですね、窓、全箇所に貼って、保護してから、トップコートっていう感じになりますんで、そうですね、一応こちらも、そうですね、まあ、今日日曜日の、今午後本当に3時ぐらい。そうですね、2時5分なんで、3時ぐらいじゃない、2時か。2時ぐらいなんで、そうですね、すっげえ腹いてるんで、とりあえずトイレに、トイレが恋人状態なんで、ここ1週間ぐらい、本当に。そうですね、もうね、正月に3回っていうちゃんと規則正しく朝昼晩で、ね、重いのくせず、今も次もたれがするんですよ、この3、4日。本当に昨日の七草がゆなんですけど、普通に7000円のクラスにあれだったね。今日はそうですね、まあ、軽めなんかおかゆかなんか、そうですね、梅がゆ、確かに梅干しがね、あるんですよ。梅干しが冷蔵庫にあるんで、梅干しで、まあ、なんかおかゆ買って、そうですね、白がゆで、まあ、そうですね、梅干しで行きたいかなと思いますんでね。本当にマジで、もう胃もたれが半端ないですよ、今日は。なので、そうですね、そういう感じにしたいかなと思いますんでね。まあ、出かけれたら出かけたいし、出かけなかったら出かけなかったね。まあ、そうですね、ツイッターの方には逐一入れてますんで、興味があったら俺のツイッター、まあ、そうです、フォローする必要はないです。うちのチャンネルは、うちのツイッターでフォローする必要はないんですよ。うちのチャンネルもね、チャンネル登録するつもりない、チャンネル登録する感じないです。まあ、別に履歴とかからね、探ってもらえば全然いけるし、ただどうしてもね、俺 YouTube でね、縦だけはね、ちょっと欲しいなと思うな、最近思い始めたんですけど、どうしてもね、ちょっと縦でね、作りたい名前っていうのが最近出てきちゃったんで、そうですね、チャンネル登録はまあ、でも、そんなうちのチャンネル登録する価値あるかさ、価値はない。価値はない。Twitter もフォローする価値もないって感じなんでね。まあ、俺はね、単純にまあ、日記がてらって感じで、ね、まあ、YouTube やり始めて、もうかれこれ5、6年かになりますんで、すいませんかって感じですけど、ね、ちょっと寒いし、腹いてが取れてください。では、また次回でご視聴ありがとうございました。